こんにちは、乃木坂46の斉藤飛鳥です。映画あの頃君を追いかけた、ぜひ好きな方や大切な方と一緒に劇場に足を運んでみてください。大パンダン。おい、急げよ。花嫁が待ってるぞ。10年前、あの頃僕は高校生だった。君の坊主頭が見られるわけだ。俺が勝ったら一月ポニーテールだ。いいよ、ポニーでもピックテールでも。でも本気で恋をしていた。マーカーのところを3回やれば次はきっと50点取れるから。尽くすね、それ恋？また変なこと言ってる。本当にバカ。わからないね。だから優等生なんかに惚れてずっと追い続けたんだ。10年の時を超えて2人がたどり着いたハッピーエンドとは。恋してくれてありがとう。綾瀬まだ、お前が好きだ。あの頃君を追いかけた。